にちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらの巾着トートを作ります。今こんな風に並べてみたんですけれども、こちらの中身が全部入るようになっています。こちらの巾着トートはこう開くとですね、この中がこの上まで届くようになっているので、例えばこんな風にトートバッグとして使うこともできます。ちょうど iPad 入れるとこのぐらいのサイズですね。だいたい3センチぐらい下下がりますね。あとはこちらのね、動画の方で紹介させていただいた、こちらもトートバッグとか巾着とか畳襟で紹介した小銭入れ、こちらなんかもちょっと入れてみたいと思います。そうするとね、結構たっぷりめに入っていきます。 iPad 外すとギューッと絞るとね、可愛い感じで使うことができます。こちらの巾着の作り方はコットンタイム1月号に掲載がございます。マルチコラボ定規を使ったレシピとして紹介しているんですけれども、使用するのはこちらのカーブのところになります。もしお手持ちにない場合はお皿などで代用することができますので、一緒に楽しんでいただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが外布になります。幅は30センチ輪にして置いてあります。縦の長さは45センチになります。こちらは外布になります。同じようにして輪にして畳んであります。長さは59センチになります。幅は30センチになります。こちらの黄色い生地は2枚あります。幅は30センチ、縦の長さは9センチになります。こちらも同じ、この口布と同じ色で合わせてあります。縦の長さは12センチ、幅は30センチ、こちらも2枚になります。こちらは持ち手になります。巾着なので紐を2本用意します。今回はリボンの状態のテープを使っていきたいと思います。お手持ちの紐などは代用してご利用ください。こちらのテープの幅はだいたい13ミリになります。そしてこちらはアクセントに使うバキタブになります。今回はチロルリボンを使用します。幅はだいたい25ミリで、長さは7センチほどになります。お好みでご準備ください。今回使用する生地はマリメッコのシーチングの生地になります。でこちら合わせた黄色はデコレクションズさんで販売中のバイオウォッシュリネンになります。このシーチングに合わせた生地の薄さと同じぐらいの厚みで合わせています。で内側に使用しているこちらのストライプは多分ツイル生地だと思うんですけれども、こちらもマリメッコのアウトレットに行った時にお買い物した生地になります。結構しっかりめの張りのある生地になっています。でこちらのテープはデコレクションズさんで販売中のリボンテープになります。材料などお求めやすいもので今回レシピ組んでみましたので、よかったら皆様参考にしていただいて、ご自身の好きな生地で作ってみてください。まず最初に持ち手から作ります。いつもと同じようにしてこう2つ折りにして4つ折りにしていく作り方になります。まず年始めのバッグ作りなので細かく説明すると、こういうふうに4つ折りにすることで均等に厚みが作れるというところで、普段からこのように4つ折りにするようにしています。なのでこの幅が12センチっていうのは持ち手のこの幅×4倍というふうにして12センチにしています。なので今回は4倍なので、3センチ
の幅の持ち手を作っていきます。もし3センチが太いなと思ったらそれより細い状態、例えば 2.5 センチの持ち手にしたい場合は4倍なので10センチという風な感じで幅を決めていただけたらと思います。こんな感じで4つ折りにします。もう1枚も同じようにして作りましょう。待ち針はこうやって横に刺す方法と縦に刺す方法と2通りあります。こうミシンを送りながら手で抜きやすい方向で留めていくと作業がしやすくなります。なので玉を外側にするというふうに意識して留めていくといいですよ。型紙を留めるときはどうしてもこう逆にするのでこの癖が残ってると普段留めるときもこの状態になると思うんですけど、そうすると左手で玉を取るっていう風な感じになりますよね。右利きの場合は玉が右側にある方がスムーズにこう抜きやすくなりますので、ぜひそういうのも意識しながら留めてみてください。今回は家庭用ミシンの寿喜 EX7 を使用します。縫い目の長さは 2.4、 ミシンの針は普通の針で進めていきます。最初の設定が 2.2 だと縫い目の長さ結構詰まってきますので、そしたら 2.4 とか 2.5 に変えてみてください。それでは両側の際を端から2ミリほどで縫っていきます。この際を縫う時に便利なのがこちらのミシンの押さえになります。こちらは立ち目かがり押さえといって、例えばこうジグザグに縫っていく時に使うパーツになります。こういうパーツがもしあったらこのエッジを利用して布の端を合わせて縫うことで際がこう自分でこう調整できない場合とか縫いにくい場合はこのエッジがこの布を止めてくれる役割になるので、これがある場合はちょっとこういうのを使ってみるといいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まず最初に針を刺しましょう。1センチほど先に針を刺します。そしたら上糸をちょっと引っ張ってみてください。それから押さえを下げます。そしたら返し縫いをしましょう。最初に返し縫いをして布から落ちるところまで縫っていきます、はい、そしたら布から落ちたら このまま今度フットコントローラーを踏んでギューッとまっすぐ行けばいいんですけど、もし詰まる場合は手で回して縫い進めてください。ではそのままこのエッジにこの端が合うようにして縫っていきましょう。でここの5ミリほど手前のところまで来たら押さえを上げます。でもう一度押さえを下げて続きを縫っていきます。このまま縫っていきましょう。縫い終わりまで来たらちゃんとこの布の端のところから針が落ちたのを確認して返し縫いをします。どうしてもねこういう風に盛り上がっちゃいますよね。そしたら押さえなどをこうちょっと上げながら調整して糸を切りましょう。この1センチのところは縫い代の中に入るという風に意識してみてください。なのでね、ちょっとずれたりとかしても気にしないで終わりにして大丈夫です。こんな感じでミシンの押さえを活用してみると、いつもね苦手な際のステッチがうまくいく場合があるので、ぜひ試してみてください。それでは中央に合い印をつけます。まず両端を持って2つ折りにします。2つ折りにしたら端をしっかり押さえて、この反対側がこう輪になります。この輪になったところを斜めにカットしていきます。横が2ミリ、縦が3ミリぐらいになるようにします。これ大きくなりすぎないようにできるだけローマ字の V をイメージしてください。そうするとこういう綺麗な V になります。こう大きくなるとちょっと合い印として少し機能しにくくなるので、できるだけこういう細い三角を作ることを心がけてみてください。そしたら全てのパーツに印をつけていきます。それでは外布に口布を縫います。まずこのつけた合い印で中央を合わせましょう。中央を合わせたら両脇を留めていきます。中央を留めて脇、そして間という感じの順番で留めていくと縫いずれが防ぎやすくなります。はい、じゃあこんな感じで止まったところでこちらの
両サイドを1センチで縫います。1センチを縫うときは今度はマスキングテープをガイドにして活用していきます。ちょうど針が真ん中になっている状態からここのちょうどミシンの針基板のところに10って書いてあると思います。ここが針からここまでが1センチですよというサインになりますので、そこからさらに延長するようにしてガイドにするマスキングテープを貼ります。マスキングテープがなかったらちょっと代用できるもので試してみてください。最初の針を刺したら待ち針を抜きましょう。で押さえを下げます。で上糸をちょっと引っ張ります。そしたら返し縫いからスタートしましょう。この上糸をね少し押さえておくといいですよ、巻き込んでいかないように。で縫うときはこのマスキングテープと布の端がピタッと合うようにして縫っていきます。そしたら縫い終わりも返し縫いをします。はい、ではこんな感じで1センチ縫い終えたところになります。そうしたらアイロンをかけます。アイロンで折り目をしっかりつけておきましょう。この時縫い代を倒すのはこの花柄の方の下側になります。コロコロオープナーを使ってもいいですし、アイロンでしっかり折り目をつけてもいいかなと思います。そしたらこれから持ち手とこちらのアクセントの脇タブをつけていきます。脇タブはこの縫い合わせから 1.5 センチのところに印をつけます。印をつけたら2つ折りにしてこの合い印で留めます。今回はちょっと大きく出るような感じにしましたので、皆様お好みで長さの方は調整してみてください。そしたらこの端から5ミリを仮留めします。同時に持ち手もつけるので、その後一緒にやっていきたいと思います。仕上がったこの外布の方の中央の合い印をまずピタッと合わせましょう。この中央から5センチずつに合い印をつけていきます。合い印がついたら2枚重ねた状態でこう5ミリほどカットします。でカットしたら待ち針を外しましょう。そしたら2枚同時に合い印が入っていますので、ここから持ち手をつけていきます。で持ち手はこの縫い合わせの方が外側に来るようにして留めましょう。内側がこうつるっとしたような状態ですね。縫い目の綺麗な方がこの柄に合わせるようにして合わせると出来上がった時にこう綺麗な縫い目が出てきますので、下糸が今自分に見えている方向にして重ねていきましょう。そうしたら全ての端を端から5ミリで仮留めをします。このミシンの針が動かせる場合は針を一番右側にずらしましょう。一番右側にずらすとこの押さえの端をの端に合わせるとちょうど5ミリで縫えますので、そのように目安にしてみてください。仮留めなんですけれども返し縫いはしっかり入れていきます。では縫い終えたところです。こういうね余分に出た糸を必ず根元までしっかり糸を切っておきましょう。縛らなくて大丈夫なので、返し縫いしっかりしてあれば縛る必要ないので、そのまま根元までしっかりと切っておきましょう。こういうあの糸が絡んでくる原因になるので、しっかりここは処理をしておくといいですよ。で自動糸切りでカットしてもどうしてもこのぐらい長いのが残りますので、こういうところもしっかりと切り揃えていきます。はい、では仮留めが終わったところです。ここから本体にいよいよ仕上げていきます。だいぶね可愛い感じで仕上がってきました。そしたら外布と内布を中表に重ねましょう。この中央を合わせます。で今回生地の張りがあるのがこちらのストライプの方なので、こちらを上にして重ねていきます。柔らかいとか伸びやすい生地がある場合はそれを下にするっていう風に意識するといいですよ。縫いずれが防げます。で先ほど口布をつけた時と同じようにして
中央を合わせ、脇を合わせて真ん中を留めていきます。今回持ち手があるので、持ち手のところしっかり留めていきましょう。はい、では両側が留まったところで端から1センチを縫います。はい、では縫い終えたところになります。でここでつながったところで、今度は縫い代はストライプ側に倒します。ここをアイロンでかけると、例えばこういう持ち手のところがくっきり跡がついてしまうので、私はできるだけこういう時はコロコロオープナーを使うようにしています。それでは縫い代が倒れたところで待ち針で留めていきます。このストライプと黄色のところは縫い代を交互に倒します。反対側も同じように同じ方向にして倒れるようにしましょう。今度はここの部分、この柄の生地のところはぴったり合わせなきゃいけないので、ここはしっかりと揃えて待ち針で留めます。そしたら余った部分を留めていきます。ここの黄色の部分はまだ留めないで周囲を留めていきましょう。そうしたら今度は紐通し口を作ります。紐通し口はここの外布とこの口布の間のところで作ります。この縫い目のところから2センチのところに印をつけましょう。返し口はこちらの右側に作っていきます。まず10センチのところに印をつけて、そこから8センチほど開けます。で縫わないというふうにバツをつけておきます。はい、じゃあ待ち針が止まったところで縫い方の紹介をしていきます。まず外布の方はここの縫い合わせから下に向かって縫います。反対側も同じようにして縫いましょう。内袋の方は2センチで印をつけたところから下に向かって縫っていきます。返し口がある箇所は返し口の開き口のところで返し縫いをします。すべて1センチで縫いましょう。そしたらここのところ重なりが強くなりますので、ずれてないかをもう一度確認してから返し縫いをします。返し口のところは忘れやすいので最初に縫っておくといいですよ。はい、では縫い終えたところになります。こちらの紐通し口のところなんですけれども、縫い込みすぎて狭くなってしまうと紐通しにくくなりますので、印より超えてたら必ず調整して直しておくようにしましょう。そうしたら角のところカーブを描いていきます。今回使うのはマルチコラボ定規のこちらのカーブの部分になります。でここをこの輪のところとこの縫い目のところにピタッと合わせましょう。でピタッと合わせたらここで線を引きます。でもしこのカーブ定規がない場合はこういうお皿などを用意して、ここでこういう風にカーブを描くことができます。カーブのサイズはお手持ちのお皿で調整してください。内布の方にも同じようにして線を入れていきます。では最初の縫い目を1センチほど重ねます。で少し進んだら返し縫いをします。では線の上を縫っていきます。同じようにして内布も縫いましょう。はい、ではこんな感じで縫い終えたところになります。だいたい5ミリぐらい残るように、このぐらいですね、残るようなイメージで切り落としていきます。でこの切り落とすときにここの部分もカチッとこう角ができないように、ちょっとこうスムーズにいくような感じでカーブをカットしていきます。でカットしたら
ここのカーブの部分に切り込みを入れます。だいたい7ミリ間隔でミシン目の際まで入れましょう。内側はこのままで切り込みは入れずに、外布だけカーブに切り込みを入れておきます。ここのカーブのところにしっかり折り目をつけておくと、カーブがすごくあと綺麗に仕上がっていきますので。そしたら返し口からいよいよ表に返していきます。返し口から表にするときは引っ張り出すんじゃなくて、こうやって内側からこうやって押し出すようにすると布を傷めずに済みますので、こんな感じ で今折っていたカーブのところがこういうふうに綺麗に出てきます。ストライプが少し出るような感じで、こういうパイピングっぽく仕上げていきたいと思います。であとここの脇の部分がゴワゴワしますので、これももう一回返し口から手を入れて、縫い合わせの部分がゴワゴワしやすいので、ここで一回縫い代をしっかりと開きましょう。縫い代をちゃんと開いてからパタンと倒します。そうするとここの部分が平らになります。紐通し口のところも同じようにして縫い代をしっかり倒しておきましょう。はい、ではだいたいこんな感じで2ミリぐらい出たところで、ここの際のところをぐるっと一周縫います。そうしたら持ち手の時と同じように立ち目かがり押さえを使います。1センチ奥から縫い始めます。縫い始めは返し縫いをしないで縫っていきます。このミシンのアームが外せる場合は外して縫って輪にして縫っていきましょう。際をだいたい 1.5 ミリぐらいのところを目指して縫っていきます。でこの持ち手が持ち上がりやすいので、ここはゆっくり指でしっかり押さえながら進めていきましょう。そしたら5センチほど手前で最初の糸を切ります。根元までしっかり切りましょう。下糸が出てる場合もしっかり切っておきましょう。最初の縫い始めの縫い目と重ねて1センチほど重ねて縫っていきます。でここで返し縫いを少しだけしておきます。そうすると縫い始めのところと縫い終わりが重なりが綺麗に仕上がります。はい、ではこの口のところが縫い終えたところで、いよいよ最後の工程になっていきます。もう少しなので頑張りましょう。そしたら今度は紐通し部分のところですね、縫っていきます。返し口から表に返した時に、ここの紐通し部分のところが綺麗に開いているように、反対側の内布の方も縫い代をしっかりと倒しておきます。こんな風に内側の縫い代も開いておきます。そしたらまず最初にここの際を縫い、この上を縫っていくんですけれども、この上は線がないと分かりにくいので書いておきます。ここは2センチ開けますので、2センチの印をつけておきましょう。書くのは自然に消えるペンを使います。そのままシャーペンとかで書いてしまうと後から消えなくなりますので気をつけてください。ここでそうしたら待ち針で留めます。特にここのところがずれやすいので、ここがずれないようにしっかりと留めておきましょう。そしたらここの際とこの線の上をぐるっと縫っていきます。縫い始めは先ほどここの縫ったところと同じようにして、1センチ奥から縫い始めます。返し縫いしないで縫いましょう。そしたら先ほどと同じで最初の糸を切ります。切ったら縫い目を重ねていきます。で少しだけ返し縫いをします。はい、では縫い終えたところ
ところです。で反対側のところここの部分がちょっとほつれやすいのでここは返し縫いをしておきましょう。この部分は返し縫いしなくても大丈夫なんですけどここの部分だけちょっと意識するといいかなと思います。返し口を閉じます。返し口今回ミシンで仕上げていきます。手縫いで縫う方はこの字閉じで縫って仕上げてみてください。で今回ミシンでキワを縫っていきますのでこの空き口のところに待ち針を留めます。この待ち針を留めたところから1センチから5ミリぐらいですねちょっと長めに縫うようにします。そしたら仕上げに紐を通します。この紐通しも100円ショップで売ってるのですごく便利なので見つけてみてください。で紐が出てきたらこう重ねるんじゃなくてこう内側に合わせましょう。内側同士を合わせてでこんな感じにして1センチで縫ったところです。そしたらまたひっくり返して元に戻します。戻したらこの縫い代を包むようにしてこう畳みます。で畳んだらここの際を縫います。でこんな風にして縫い終えたところです。そうするとこうやって縫い代が包まれた状態になって仕上がります。反対側と仕上がりが同じになるようにして縫い代を最後仕上げましょう。はい、これで完成になります。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。結構ね可愛い生地でマリメッコのね可愛いウニッコの生地で作ったので、まあ、動画撮影してる間も結構ねテンション上がったんですけれどもこうやってね布こういう風にカラーの生地とこう柄布を合わせて布合わせして作っていくと可愛いあの巾着バッグができますのでよかったら今回の動画も参考に作っていただけたら嬉しいです。でそこを輪にして作る作り方で紹介しました。2枚で立ち合わせて作る場合はまた違う作り方になりますけれどもそちらはですね次回ネイジュ手芸部の動画の方で紹介していきますので合わせて参考にしていただけたらと思います。でアクセントにしたのは工場見学 の動画の方でも紹介しているレピアンリボンさんのチロールリボンになります。最初ねこれ購入した時私はコッカさんから購入しているのでレピアンリボンって知らなかったんですけど今回 の工場見学のご縁で初めて知ることになりました。せっかくなので活かしてみたいなと思ってこちら今回使っています。お買い物してたこのリボンが実際に工場で作られているところを見学してきたのですごくね感動しました。こういうね素材が作られているところも知っておくとまた手作りがより深みのあるものになってくるかなと思います。よかったら動画の方もご視聴いただけると嬉しいです。動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。そして今年もまた楽しく皆様と一緒に手作りができたら嬉しいなと思いますので今年も一年どうぞよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。